皆さんこんにちは、ももちです。今日は栃木県小山市にあります吉森ヘラブナセンターに来ました。こちらの釣り場で何をしていくかと言いますと、マグロ丼を食べに来ました。ここはね、マグロ丼が有名なので、もうマグロ丼のために来たと言っても過言ではないです。嘘です、すいません。ということで今日はこちらの釣り堀でトロロのセット釣りをやっていきたいなと思ってます。管理釣り場でトロロをやるのは初めてなので、ちょっと楽しみなんでやっていきたいと思います。で今日はね、管理釣り場で、ももちはトロロのセット釣り、そう僕はね、別企画でもう一本動画を撮ってますので楽しんでいただければと思います。はい、それじゃあマグロ丼 with 両トロロセット釣り、はい、行ってみましょう。じゃあ行ってみましょう。ではね、今回の餌を紹介していきます。トロロということで上のわらけ餌を作っていきたいんですけども、タクシーとこちら、こちらで、こちらです。で混ぜて半分の量でやったので完成しました。じゃあトロロを作っていきたいと思います。こちらをね、使う分だけちぎって、こんぐらい、うわ、これ匂いが好きなんだよね。食べちゃわないでしょ、ね、食べちゃいそうになるぐらい。うわ、すげえ匂いする。いい匂いでしょ。これは日が当たんないように、乾燥させないようにしまっとくらしいです。しっかり調べましたら、ちゃんとしまっとってくださいね、こちらは。そしたら軽くこうエアーを含ませるように、これ懐かしいね、やったね、魅力の時に。で繊維を切らないようにして、軽く、あの時も調子こいて説明してたよ ね、これダマになっちゃうなって、これやんないと。で水を入れます。本当はこうやってやるらしいよ、伊藤さんの説明によると。こうやって手をこうあれにして、うん、でこうやっても軽く、あでもちょうどいいぐらいなんですけど、うん、ちょうどいいだと思う、いいと思うんだよね。これ今日はトロロのセット釣りということでやっていきたいと思います。なんかね、硬化成樹の夏場にすごい向いてるらしいですよ、トロロさんは。あとさ、今常連さんからお声掛けいただいて、うん、この吉森すごい魚濃いらしいのよ、うん、ただジャミも多いし、うん、最近食いしぶってるって話もあるんで頑張っていきましょう。はい、じゃあちょっとつけてください。はい、じゃあまず上ね、今日はなんかいろいろね、こう調べたら上が7号、下が5号の針で、長さが10センチの15センチです。トロの場合はタンバリスなんだよね。うん、なんかみんなタンバリスでやってた、よくわかんないけど、ふわふわしちゃうの。そうだね、トロロ軽いからね。じゃつけます。ちょっとこうやって作るらしいよ、いくよ、待って、いくよ、こうやって引っ掛けるのって。おお。ちょっと長いね、なんか 2,3 センチメートルが理想らしいです。じゃちょっと切ります。なんかさ、やっぱりこのトロロの大きさもね、やっぱカラツンが多かったりしたら量を減らしたりするらしいですよ、やっぱ。そうらしいよ。じゃ行ってみます。行っちゃっていい、一回。うん、じゃちょっと行きましょうか、1投目。じゃこちらのトロロさ、ヘラブナちゃんに分け隔てなく与えたいと思います。お食事でタイム入ります。なんか最近さ、うん、難しい言葉覚えたの。え、なんで？お食事タイム。あと分け隔てなくとかさ、昔言わなかったじゃん。いや、わかるよ、もっともっと。どんな感じなんだろうね。さ、ちゃんと食ってくれるからさ、いいんじゃない？効果性なんて。結構今沈没してますけど、これは何か理由があるんですか？ちょっと餌をくっつけすぎた気がする。調子乗って。まあでも最初寄せたからね、うん、早くマグロ丼食べたいから、ちょっとどんどん釣ってくださいよ。今日マグロ丼の頭なんだけど、え、あ、トロロ残っちゃった。1投目からまさかトロロ。吉森さんすごいトロロ好き、トロロ大好きかもしれない。吉森なんとかちゃんにしよう、ヘラブナの名前。あ、そうだね、うん、じゃあ行きましょうか。リアルだな、
と量多かったからさ、少なめにつけてみるわ。さあ、釣れるのでしょうか。結構さ、暖気のセット釣り最近ハマってるでしょ。お、ハマってる。よくわかったね。本当は今日調整やりたかったけど、ここついちゃうっぽいんで。浅いんだよね、下にね。そう、10着でそこ取れるっつってたよ。あ、そうなんだ。うん、あと7着の風切りを使いたかったからさ、ぶちまげてよ。そう、ぶちまげたい。7着から使えるとこってあんまないからね。大体8着じゃん。あ、ここの一応レギュレーション出しときますか。どうぞ、こちらになってます。さあ、どんどん行きましょう。はい、後ろ近くて見やすい。普段短竿やんないもんね、ノズリだと。ね、おぉ、マジか。ほひょ、さすが。ほひょ、トロロセットね、たまに。あっくなってください。さすが吉森さん。じゃあそれ命名なんですか、吉森。吉森コトロ。吉森トロロじゃなくて。そう、コトロ。ジャンプ。めっちゃいいとこ。しかもちゃんとトロロ肉食べてるよ。すごい。でも少なめに食ってきたね。すごい少なめ。ドセンターバリバリ。おめでとう。楽しいね。ちょっと面白い。ちょっと量取るめちゃめちゃ楽しいんだけど。ちょっと見してよ。ちょっと待って、これ超楽しいかも。しかも綺麗。綺麗なヘラちゃんが。やった。初トロロ、初ヘラブナ、おめでとう。ありがとう。ありがとう。バイバイ。いや、早かったね。もう開始15分ぐらい。うん、4投目じゃないか。いや、はいや。3投目か4投目。多分これ釣れるかも。もうすぐマグロ丼もできますよ、先生。お、待ち待って、マグロ丼も来ちゃう。その前にあと1枚欲しいね。ね、うわ、当たってんの今。あ、当たってたね、今。沈没しちゃってるけど、分かったね、今当たってんの。分かった。沈没女じゃねえかよ。確かに。うまくない？うま。ま、当たりを見極めました、回した、林先生。ちょっと待ってあげた。ちょっと待って。うぜー。バクってた。おめでとう。こっちから、こっちから持ってちゃんと食ってた。やった。今のは上手だと思った、俺。そうだね。うん、今のは上手だと思いました。え、待って、え、ちょっと待ってから、1個目のやつ、釣れしたからでしょ。あれはね、ちょっと違うなと思ってて、ちょっといい今までの感じと、ね。いいよ、公爵はよ。あ、すみません。さっき逃がしてくれって言ってるよ。うん、ありがとう。お、でもいい。綺麗だね。いやー、マグロ丼の前に釣っちゃったね。マグロ丼効果だ。これヘラブナ丼になるんじゃない。やめて、ヘラブナ丼はやめて。そろそろ多分呼ばれるけど、もうちょいやりますか。そうだね、頑張りましょう、引き続き。いや、トロロめっちゃ少量でいいんだわ、これ。もうこんなもんでいいんだわ、見て。見して。こんなもん、今日はね、時と場合によるけど、今日こんなもん。逆に多いと余っちゃって釣れなくなる、食べられちゃって周りだけ。面白くない？
じゃあ選手交代、栗まんじゅう知ってる？栗まんじゅうってちいかわの栗まんじゅうっていうキャラがいるんですよ。今出してくれてると思うんだけど、画像めちゃめちゃ似てないですか？ちょっと帽子取ってみて一回。企画どうぞ。栗まんじゅうです。いや似てんのよマジで。ずっと思ってて、ちいかわの栗まんじゅう似てんなーと思って。いいよいいよ、分かったよ。はい、すいません。じゃあ交代。つけられた？つけられるよ。おい、速攻するからね。もう浮き見てて分かったもん、どのあたりが。うまいとか言ってた。つらいの。すごい。ん？すごい。でしょ？すごいねって言っちゃったよ。すげえ見てる、猫がカネヤのすり姿。ほんと？うん、かわいいね。栗まんじゅう一緒だから、系統が。チーカーも猫みたいな感じだもんね。そうそう。はい。うわ、ほよ。あー、くそね。いいんじゃない？お、食ってる？あんま調子こいてバラすかんな。おめでとう。あんま調子こいてバラすかんな。喜んでる。初トロロヒットじゃない？いい魚だよ、ほら。ほら。注意して。ほら。注意して。はい、ありがとう。気をつけて。早く。栗まんじゅう、栗まんじゅう。はい、ありがとう。ありがとう。みぞさん、マグロ丼が完成したそうです。楽しみ。ワクワク。画面でけえな。それアップで撮ったから。もう楽しみすぎてどうでもいい、そんなことは。いい？こちら、食堂。じゃあ行きましょう。マグロ丼やばいね、ちょっと感動。超美味しそう。真っ赤でやばいね、漬物までついてるそこかよみたいな。え、ちょっといい？食べちゃって。じゃあいただきたいと思います。マグロ丼、お醤油をかけます。いただきます。マグロをね、これも美味しい。カネヤンさん、ご飯も美味しいね。熱々で、白米が、うん、ちゃんとね、お漬物もついてますので。完食です。すごい、あと一杯食べたい。あと1セット、フルセット欲しい。季節のものでさ、トウモロコシがあったんで、ちょっとそれも食べてみますか。茹でてくれてるプロ。いや美味しそうだな。俺も好きなんだよな、トウモロコシ。いただきます。知ってる？そっちよりも逆の方が甘いんだよ。この方が甘いの？そう。嘘？根元の方が糖度が高いらしいっすよ。めっちゃめちゃ甘い。いや、これ釣れるね、この後も。じゃあ、うん、トウモロコシフィッシュを狙って頑張ります。いや、見ましたか、あの恒例のマグロ丼。最高、うん、やばい。もう管理釣り場でこんなものが食べちゃっていいのくらいの勢いだったね。じゃあね、美味しすぎた。マグロ丼も食べてさ、そう、活気づいたということで、あの俺の企画もあるから、そう、ラスト1枚釣ってもらっていいですか。じゃあ、そうですね、クルージャーも多分皆さん見たいと思うんでね、この辺で私は終了ということでいや、満足満足満足した。満足満足。ぜひね、皆さんも食べに来てください。でご飯もやっぱ重要だからね。そうだね。うわ、すごい沸いちゃってんね。うまい。今のちょっとうまくない？
下じゃないかな、すごい今の。あ、ちょっと下だ。プロ吸い込んでる。待ってね。いやーすげえ。いい？いい？いきます。あ、今日1かも。すごい持ってったね、今。いや、でも今日近かったね。はい、じゃあ両トロロ上がりからおめでとうございます。綺麗だ。細いね。細いヘラだね。でも綺麗だよね、全体的に。ありがとう、マグロフィッシュ。マグロね、皆さんもぜひここに来たらマグロを食べて減らせてください。確かに。じゃあね。じゃあね。ありがとうね。お、かわいい。かって言った。じゃあちょっと僕のこと言っていいですか。ちょっとやりたくなってんじゃん。ね。じゃあ一度ちょっとこちらは終わりにしましょう。両トロロ、はい。楽しかった。両トロロじゃないや。トロロのセット釣りね。超楽しかった。超楽しかった。ちょっとまたやろうこれ。了解しました。撮影外でもやりたいわ。じゃあエンディング撮ります。はい、楽しかったです。はい、ということで今日、はい、今日は吉森ヘラブナセンターでトロロのセット釣りということでやってきましたが、いかがでしましたでしょうか。噛んじゃった。ちょっとね、面白すぎてもう感動した。なんかさ、こんなにさ、ジャミ多いのにさ、しっかりとしたアゼルも出てくれてさ、普通バラケーさんに結構食ってくるとこうと多いんだけど、今日はちゃんとトロロに食ってくれてすごく楽しかったです。おめえ何してんだ、さっきから。なんかこの男がずっと横でトロロ釣りしてんですけど、面白いの。次回やるそうなので